疲れ様です。本日の夜の名言は水上滝太郎さんの名言で、勉強しなくて言ってはダメです。執務中でも余暇であったら読書をしなさい。もう一度、勉強しなくてはダメです。執務中でも余暇があったら読書をしなさい。本日も一日お疲れ様でした。